こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはトマトスープですね。トマトスープがサムネイルになります。で、昨日と同じ、豚ハツですね、豚の心臓の塩コショウ焼きです。で、昨日の残りの白菜ですね。白菜で今熱々作ってます。うどん鍋です。うどんと白菜と豆腐と豚骨スープで、豚スープで煮出してます。うどんが煮えるまでの間に体重測りましょう。昨日より増えてるか、増えてるよな。昨日は減りすぎやったもんな。あんだけ一気に減ったらびっくりするよな。体重 55.6、 300g 増えてますね。体重 55.6、 体脂肪率 12.、 体重 55.6、 体脂肪率 12.4、 基礎代謝 1311、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.2、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 55.6、 300g 増えてます。体脂肪率 12.4 です。で、うどんと白菜なめが煮えるのを待ちましょう。うどん白菜なめですね。うどん白菜豆腐鍋、これをサムネイルでもいいんですけど、これは多分結構数多く食べますからね。今のところはこれだけでいいでしょう。うどん白菜豆腐鍋で、トマトスープ、豚ガツ、白菜です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。